投手球が。Thank you.
本日の来場のお客様の方々をもちまして終了しております。俺まだ眠い。さっきの全部行ったの。あんまり覚えてないです、そして石川さん、これがプロ入り初のさよならヒットです、最近本当に不甲斐ない打席が続いてたんですけど、信頼してくれて監督が使ってくれたので、何としても返してやるという気持ちだけでした。信頼して石川さんを送り出してくれました。どんな気持ちで打席に入りましたか？そうですね、まあ、監督は信頼してたかどうか分からないですけど、まあ、でも朝の今日も朝の早くから井岡さんに次切りでバッティングも教えてもらってましたし、まあ、今日のところは少しは恩返しできたかなと。最初失点で頑張ってくれてたので申し訳ないなって気持ちもあったんですけど、まあ、日々新たじゃないですけど、今日は今日っていう形で気持ちを切り替えて頑張りました。実は石川さん、ジャイアンツは先制された試合、実は21連敗中だったんです。そういった連敗も止まりました。あんまり考えてなかったんですけど、あのメディアさんのおかげですごく気にしてました。いい形の勝利、チームに勢いもつくと思います。来週からも試合があります。一言お願いします。まだまだ借金があるので、一つ一つ勝ってなんとか前半戦プラスで終われるように、明日からまた頑張ります。すごいですね、こういうテンションを狙っていくのが。